ちゃんと持つようにした方が自分の楽に、するためにもなるんで、ではそういうのは購入した方がいいと思います。で、三小本っていうところはね、さっきも言ったけど、ドリフトダイビングっつって、流れに乗って、ダイビングするところで、やっぱ流れっていうのをね、ちゃんと知らなきゃいけないんでね、波代カレントっていうね、スペシャルティが、波についてよくわかるスペシャルティなんで、そういうのを受講してみるといいのかなと思います。でね、流れが強い中ね、やっぱ乗って、泳ぐんでね、例えばね、海底にしがみついたりしなきゃいけない時もあるんですよ。で、そういう時にサンゴとか、あと他の貝とか、なんかもしかしたら触れちゃうかもしれないですね。そういうのをね、やっぱ注意しながら、掴んだりとか、また泳ぐ時もね、中性浮力をちゃんとしっかりとって、そういうサンゴとか、その海洋生物にぶつからないように、泳ぐと、また効率がいいのかなと思います。